では、お願いします。お願いします。ラスト、お願いします。富、名声、力、かつてこの世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は全世界の人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か、欲しければくれてやる。探せ、この世の全てをそばに置いてきた。男たちはロマンを求めグランドラインを突き進む。世はまさに大海賊時代。やりたけの夢をかき集め、探し物を探しに行くのさ。ワンピース羅針盤なんて渋滞のもと、熱に浮かされ勝ちを取るのさ。誇りかぶってた宝の地図も確かめたのなら伝説じゃない。個人的な嵐は誰かのバイオリズムの糧、思い過ごせばいい。あるだけの夢を探しに行くのさ。ポケットのコイン、それと You wanna be my friend。 We are on the world。 We are。 素晴らしい、めちゃくちゃ動いてましたね。めちゃくちゃ動いてました。ちょっともうスポーツでした。3時やってたもんね。いや明らかな3時いたけど、競技が違ってた。3時にしては足上がってない。麦わら帽子が回るところとね、ここですよ、はい、笑顔でルフィが、これがいいです、これいいです。あのアップになってくところ、ね、そうです。でシャンクス出てきて、はいはいはい、最高さ。ここそんな掘り下げていくんですか。確かにヒロさん歌声をね、いや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 堪能していただくのに、俺全然聞き掘れる気がない。ちょっと疲れてますもん、はい、いや楽しかった。いやマジでこれはすごいことです。いやありがとうございます、本当に。この番組はワンピース大好き YouTuber の高橋藤之介が、同じくワンピースが大好きな仲間を探しながら、さまざまな企画にチャレンジし、ワンピースの楽しさをより多くの人に伝えていくための番組です。仲間がいる YouTube。 いやーめちゃくちゃ良かったですね。たまりません。ありがとうございます、どうでしたか、ヒロさん。いや楽しかったです。楽しかったし、想像しかったですね、とても。え、青い何かがちらついて右の方で思い出、右の方で思い出、初めて見る光景でしたね。個人的な嵐がね、そっちの方で個人的な嵐が、はい、高橋君、はい、どうでした、ヒロさん。声が甘い。いや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 、もう聞き惚れちゃうのよ。いや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 、歌うの忘れそうになってるこっちは。裏返りそうになってんだから。社長もね、ちょっとカメラ担当として、ね、実はずっとカメラ担当だったんね。社長ね、なるほどね、あやってくれてたんですよ、はい、でやっぱこの空間にいられて幸せだなと。いや、ありがとうございます。でなんでテレビサイズでって社長が会議で言ってしまったんだろうっていう後悔が、もっとフルで聞きたかった。フルでやればよかった。そうですよ、テレビサイズ確かにそうだね。矢之助くんもね、はい、やっぱりあのオープニングがあっては全てなんで、あそこがアニメだよ。それやってこそ、そのヒロさんがちゃんと乗って歌えるっていう流れを僕は作りました。はい、いや気が散ってました。知ってるやん。そうやろ、めちゃくちゃ気散ってましたけど。いないんだもん、だってこれはうちの中で。どっちも僕はガン見してましたけど。えみたいな。ちなみにあのこちらが用意したあの語りのセリフとノスケのセリフが全然違くて。え嘘や、ね、勝手にかつてとか全世界のとかロマンを求めるとか、やばっ、もうロジャーじゃないじゃん。あったでしょ、だって富、名声、力、かつてこの世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は全世界の人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か、欲しければくれてやる。探せ、この世の全てをそこに置いてきた。
男たちはロマンを求めグランドラインを突き進む。世はまさに大海賊時代。のすけくん、あんだけやって間違えてましたやりきってたのに。いいですね、そういうの取り直さないんですね。はい、このままいきます。いいですね、このままいきます、大丈夫です。いい番組です、ね、これ大丈夫です。バイブスね。ヒロさん、ちなみにウィアとかって歌われたりします？いや、普段あんま歌わないっすね。なんかやっぱちょっと聞き専門の曲というか、なんかこの思い出の中でとどめときたいみたいな、うんうんうん、あ、なるほど。いや、わかりますよ、はいはい、いっぱいあるじゃないですか、他にもその歌いたくなる曲、はいはいはい、ワンピースのあのオープニングで、うん、もっとあるんですよ、やっぱ僕が好きな曲。あ、そうですよね、はい、そのあたりはちょっとこの前に配信してるね、1本目のトークでちょっと見ていただければと思いますが、高志之助はガンガン歌うでしょ、カラオケとかガンガン歌います。めちゃめちゃ歌いましょうね、もうそれは。ガンガン、いや、歌いましたよ、マジですか。なんなら僕なんて替え歌で歌ってもいい。そうそうそう、高志さんもご自身のチャンネルで好きすぎて、ウィアの替え歌歌ってる、はい、それはどんな替え歌？アロンとケロを入れよう、かくなつめ。全部あのワンピキャラで歌うっていう。あ、なるほどね。アロンでハムケロ。なるほどね。全部。英語喋ってんのかと思ったいや、そうだ。イデオとかカット言ってましたもんね。なるほどね。のすけくんはじゃあもうカラオケでは。そうですね。もう本当に友達と学校終わりに行ったりとか、カラオケで歌いますって。なんかね、終わった後のみんなでわちゃわちゃしてる感じも学校みたいでしたよ。いや、確かに本当に本当にそう。ヒロさんが仕事の気がしないみたいな言ってましたね。そうそうそう、一応お仕事のはずなんですけど、はい、いただけてありがたいですね、はい、なんか高橋からさ、ちょっと、はい、ヒロさんにちょっと歌のところで聞いておきたいことがある。え、何、そんなガチの歌のやつ聞いていいんですか？いや、ガチのやつ聞こうね。ちょっと待ってくださいよ。いや、高橋くんはですね、歌もやられてまして、はいはい、ちょっと YouTuber としてですけど、はい、夢がね、一応ワンピースの主題歌を最初でやりたい、まあ、どこかでなんかやりたいなっていうのは絶対あるんです。そのワンピースの主題歌をやるためにってことですか？そうですね。AVX に入る正解です。正解すごい現実的ですね。正解です。正しいです、それは。すごい、はい、近道なんじゃないか。間違いないですね。いつでも待ってる、はい、いつでもお呼びしてください。いつでもびっくりした。何でもします。確実に取りに行くところから、そこから環境が全てだと。はいはい、あ、なるほど。まあ、でも映画だったらね。はいはいはい、ね、確かに。いつかね、はい、この3人で映画の主題歌を。この3人で、いやー、やりたいっす、ぜひ。この3人でやった方がいい。ヒロさんだけがやった方がいいって。僕動きやりますんで。いやいや、いない、動き全部やります。動きない、大丈夫です、任せてください。いやいや、それはもう作ってくれるでしょ、ワンピースが。ここでやる、ここでいいよ、ここで。いや、というわけでね、We Are とりあえず聞いていただきましたが、はい、ちょっとこれはいつか、フル尺聞きたいな。まあ、We Are じゃなくても、うん、他の主題歌もいいですよ。やりてー、いいですね。っていう曲とかあったら、仕事じゃないって言ってるから、はい、ガンガンふらっと来て歌って帰る。そんなそんな贅沢ある？さっと来て帰る。遊びに来てるみたいな。所長から LINE しよう。はい、ぜひマブダチ、ぜひ歌おうぜっつって。マブダチ、軽いな。はい、というわけで、はい、3人リアでございました。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは次回もこの動画に仲間がいるよ。ワンピース仲間がいるよ YouTube では、今後もワンピースに関わる様々な企画をやっていきます。高評価、通知ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。次回もこの動画に仲間がいるよ。